名古屋の大須商店街にある万商寺を舞台にした棋聖戦第4局 2>, 2勝1敗と王手をかけた藤井五冠あさっての二十歳の誕生日を前に地元愛知でタイトル防衛なるか永瀬王座が最終局に持ち込むか注目が集まります地元愛知での気になる勝負飯は藤井五冠がエビの天ぷらがのった味噌煮込みうどん 永瀬王座がひつまぶしとともに名古屋めしまた藤井五冠は午前のおやつに名古屋の老舗和菓子店青柳総本家のケロトッツォをオーダーするなど地元パワーを注入し午後からの対局に臨んでいますそして対局場近くでは大盤解説も行われ抽選にあたった地元の将棋ファンが様子を見守っています 藤井棋聖のやっぱり防衛をすごく楽しみにしてますので今日決めてほしいなと思ってますけど対局は終盤を迎え、藤井五冠が優勢で、今夜にも決着がつく見通しです。